新車実験。投資失敗あるある。分散投資のすすめ。最近は、カルロス・ゴーンだの、コロナウイルスだの、書く記事には困りませんね。はて、誰でしょうか。助けて、キメイモン。霊夢さん、一体何事ですか。この前、おばあちゃんが銀行で、投資信託を買ったって話したじゃない。あ、なんかそんな話してましたね。今年公務員を退職されたとか。市長をしていたわ。さっきおばあちゃんから電話が来たんだけど、こんなことがあったみたいなの。ちょっとよろしいかしら。はい、今日はどのようなご用件でしょうか。年金2000万円問題のニュースを見てきたのだけれど、私の退職金の運用をどうしたらよいか相談しに来たわ。これは良いタイミングでいらっしゃいました。ただいま、投稿おすすめの投資信託が発売中でして、退職金の運用には最適なものとなっております。詳しく話を聞かせてちょうだい。昨年1年の運用成績がプラス 30% の商品でして、これからも値上がりが期待できます。良さそうな話だけど、一度持ち帰って家族と相談してみるわ。こちらは大変人気の商品でして、明日以降だと売り切れているかもしれません。そういうことなら仕方ないわ。チャンスを逃したくないし、買うことにするわ。退職金を一気に増やしてやるわ。それではこちらの書類にサインと印鑑をお願いします。退職金をつぎ込んだ投資信託はその後のサラリーマンショックで半値まで値下がりして、私に泣きついてきたわけよ。お、ひどいひどい。霊夢さんのおばあちゃんは、投資初心者がやりがちな4つのミスをしていますが、霊夢さんはわかりますか。わからないから来てるんじゃない、さっさと教えなさい。お、怖い怖い。それでは詳しく解説していきましょう。皆さんはこの話を見て、どこに問題があったか、わかりますか。霊夢さんと一緒に考えてみてください。退職金を全部つぎ込んだのはまずかったと思うわ。問題点は4つ、まとめていきましょう。間違った投資、その1、同じ商品に投資。世の中にはたくさんの金融商品があります。株や投資信託、債券、預金だってそうです。値上がりするものがあれば、値下がりするものもあります。確かに、同じものばかり買うと、それが値下がりしたら大変だわ。間違った投資、その2、大金を一度に投資。霊夢さん、これは何が問題か、わかりますか。これはわかるわ。買った後に、大暴落が起これば大変なことになるわ。これは日本株の値動きですが、上がった年があれば、大きく値下がりした年があることがわかります。一度に多額を投資すると、大暴落で痛い目を見ます。間違った投資、その3、余ったお金以上に投資。霊夢さん、これはわかりますか。おばあちゃんは、投資しすぎて生活費が、大変なことになったわ。そうですね。投資は、生活に困らない範囲でやるべきです。間違った投資、その4、人に勧められて買う。これは、今回良い教訓になったわ。ちゃんと自分で調べてから買うべきね。間違った投資は分かったのだけど、それならどうすれば良いの。簡単ですよ。これと逆のことを、やれば良いだけです。1、普通の商品に投資。2、少しずつ投資。3、余ったお金で投資。4、自分で考えて買う。なるほどね。ここで大事になってくるのが、今日の本題である、分散投資です。よく聞く言葉だけど、どう分散すればよいのかしら。分散投資とは、投資先を分散すること。商品の分散、国の分散、時間の分散があり、これによって、投資のリスクを減らすことができます。まずは、商品の分散から。投資商品は、株券や債券、預金などがあり、これらをミックスして、バランスよく投資することで、たとえどれかが値下がりしても、他でカバーすることができます。次に国の分散です。この図は世界の株の時価総額です。それぞれの国の株が、どれぐらいの価値があるか、わかるわね。アメリカがすごいわね。55% もあるわ。日本はどうでしょう？8% ぐらいね。日本は世界第3位の経済大国というから、もっとあるかと思ったわ。はい、日本は世界のたった 8% に過ぎません。もし日本の株ばかり、買っていたらどうなるでしょう？日本が暴落すれば、大損ね。はい、なので世界にバランスよく、投資するのが安全です。最後に時間の分散。これはなぜ大事かわかりますか？歴史で習った、大恐慌とかが来たら、どこの国に投資していても、損をしてしまうわ。いつ世界規模の、大災害や戦争が起こるかは、誰にも予測できません。そのリスクを回避するには、一度に投資するのではなく、
何年かに分けて分散投資するのが安全です。今回のまとめ、失敗しない投資法。1、分散投資。2、余剰資金で投資。3、お金の勉強をする。霊夢さん、今日の内容は理解していただけましたか？お金の勉強をして、余剰資金で分散投資するのが、良いということね。はい、これからの時代、投資をしていくのは、とても大事なことですが、預金と違い、株などは元本が保証されていないので、正しい知識を身につけ、投資のリスクを減らすことが大切です。今日習ったことは、おばあちゃんにしっかり教えておくわ。今後も投資に役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。